青色の線で囲まれた部分が超空道超空洞は現在観測されている宇宙の中で銀河の分布が示す巨大なアーのような構造である宇宙の大規模構造において放末状に分布する超銀河弾領域がちょうど膜のような形となって包含している銀河がほとんど存在しない領域のことを言う具体的に言うと一枚の銀河フィラメントと他の フィラメントとの間に光を発する天体が約1から1.5億光年程度にわたってほとんど存在しない巨大な空間のことである。宇宙の構造は石鹸を泡立てた時にできる積み重なった泡に例えられることがあり、泡の膜部分に銀河団や超銀河団が存在していて、超空洞は泡の内側に存在している。ビッグバンで誕生して間もない宇宙には、 場所によってわずかな揺らぎがある。そして、それが大規模構造へ発達していったと考えられる。そのまま英語でボイド、またはボイドとも言う。銀河団の分布を石鹸法に例えれば、ボイドは泡の中の空洞にあたる。人間の住む太陽系のある銀河系は30個ほどの銀河とともに一つの集団を形作っている。これを銀河団という。 さらに対極的に1億光年単位というスケールから眺めたとき、この銀河団はより大きな銀河団の一部に過ぎず、超銀河団と呼ばれる銀河の大集団を形成している。これをさらに外延すれば、超銀河団もより大きな集団の一部となっているということも考えられるが、実際にはこの宇宙は銀河が均質に分布しているわけではない。 1980年代に入って、天文学者の観測により、数億光年彼方には、約2億光年にわたって銀河が全く観測されない空っぽの空洞が存在することが明らかになった。その後、同じような空洞が他にもいくつか発見されて、こうした銀河の存在しない超巨大空間は、超空洞と呼ばれるようになった。さらに研究が重ねられ、 銀河系の集合した超銀河団は、この超空洞を取り巻くように膜状に連なり、ちょうど石鹸を泡立てた時のように幾重にも泡が積み重なって宇宙の大規模構造を構成していることが分かった。現在観測されている限り、宇宙の果てまでこの包状の構造が連なっており、直径数億光年の泡の表面には銀河がひしめいている。ありがとうございます。